西野でございます。タイ料理の中でいまいちちょっとですね、僕よく分かってないのがスッキーという料理でございまして、まあ、スッキーってスッキー鍋っていう鍋がまあありまして、でもう一つ炒め物でスッキーっていうのがあるんですけども、この2つ何なんだろうな。まあ、タイ中華はタイ中華なんでしょうけど、まあ、中華料理が元々のね由来なんだろうとは思うんです。元の中華料理って何なんだろうと、名前だけを見るとこれすき焼きから来てるんじゃないかとも思うんですが、すき焼きとはまた似ても似つかない同じ料理名で鍋と炒め物があると、これもよくわかんないんですよね。このスキーというやつは非常に僕の中では不可解なやつになっております。スキーの炒め物はですね、スープありとスープがない方があります。まあ、スープがある方は炒め物というか、まあスープ物ですよね。どっちが好きかって言ったら、僕はスープなしのスキー編が好きなんですよね。大体スキー編食べます。まあシーフードが入ったスキー、豚、鶏、大体この3つがあるんですけれども、まあ今日はですね、スキーの中でもちょっとイカとエビを入れたすき家をやろうかなと思っております。
はい、スキー完成いたしました。いつもですね、私が料理してるところはキッチンというようなきちんとしたものではなくて、換気扇っていうんですかね、フードみたいなのがついてないので、炒め物をするとですね、もう部屋中が煙にこう包まれるというか、煙で充満してしまうんですよね。今もうちょっと、まあカメラじゃ分かんないですけど、もやっとしましたね、部屋が。そんな感じで完成いたしました、スキーです。ナムチムスキー、スキーのタコタレですね、あれに若干ちょっとごま油を入れるというですね、隠し味を仕込んでみました今回。そんなスキーのですね、お供は皆さんご存知、シンハビールでございます。シンハビールです。いいですね、シンハビール。皆さんお疲れ様です。最近あんまり新派飲まなくなったんですけどね、だいぶちょっと温泉がまあ多いですね。いただきます。やっぱりね、ごま油入れて正解ですね。すごくいいです。スキー編タレ、日本語で言うと、スープなし海鮮スキーというんですかね、最高、ビールに合うしね、あります。このナムチムスキー、このタレをちょっと足らない場合はですね、こうかけちゃう。さらにこのね、味を濃くしてですね、いただくと。いただきます。僕このナムチムスキーが好きなんですよね。ちなみに今日僕が使ったナムチムスキーは、このクロント市場で買ってきたスパワーンっていうメーカーのナムチムスキーです。これ美味しいですね。なんか初めて使ってみたんですけど、これはなかなかいい仕事をしてると思います。55バーツでした。はい、というわけでですね、今回はスッキー編タレでございました。ね、これからですね、またゆっくり食べながらですね、ミミさんと一緒に遊びながら、お酒飲みながら過ごしたいと思います。では皆さん、また次回ごきげんよう。